Yeah.
はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021ライブ配信始めていこうと思います。皆さんお待たせいたしました。Twitch で配信しております。YouTube のウィニングポスト9アーカイブは2日後に、YouTube のチャンネルにアップロードいたします。また、旧 Twitter である X を持っております。いずれもチャット欄に記載してますので、アクセスしてください、はい。今回2008年の3月2日からのスタートとなります。金引きで山の世界中バーミリアンか。やっぱ金引きですよね。ということで、まあ4月入るまでやれればいいかなとは思いますが、トライアルも近づいてきたことですし、千の風だ。まあ枠が埋まっている人以外は、まあ千六さんはまだか、千六さんと淀川さんはまだですけど、それが持ってるんで始めていきましょう。サンタニタハンデ、ゼニアッタです。1番人気129、これはもう勝ってもらわないといけません。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 サンタニタハンデだと 2000m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。デクランズムーン前に行きそうです。マンダリンボーイ、それに続いています。さらにはローオール、栗色の馬体、アンタントブレイブ、その後ろ先手を取ったのはマンダリンボーイ、これに続いてアイソパッチエルミタージュ、スワーブリーワード、そのうちに続いています。さらにはブルーアカーリッド、その後ろにプリンスリーラッキー、ピンクの帽子チャートアウル、その後ろ内からはラストクラナック、ナンムロース、それに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、後ろからの競馬になりました。ゼニアッタ、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、6番ワンダリンボーイ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。ちょっと後ろなんであんまり良くないですね。淀みのない展開になりました。これに続くのがローオール、その後ろからはデクランズムーン、さあ先頭は依然として古豪ワンダリンボーイ、2番手はローオール、デクランズムーン、3番手ゼニアッタ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。どこにいい位置なんだ。後続も追い上げていきます。あ、内から上がってきましたね、ゼニアッタ。最終コーナーを届くのか。直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。下がらない。2番手はゼニアッタ、最内から一気にゼニアッタ、ワンダリンボーイ、届かない。1着2着にはどうやらなんと敗れました。アイソパッチエルミタージュ、勝ったのはワンダリンボーイ、見事な勝利です。パンビーチステンク、ステークス、天のギド戦記、これ G3 ですね、2番人気。
獣花だから抜け出したと思うんだけどな。ダイジェストいきましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G3 パームビーチステークス3歳芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 さあ叩き合いになっている。天の毛と戦機抜けた2番手外ですね。勝ちました。天の毛と戦機1着、2着はソングラインイグリッド、3着にスターグラスジャゴット。天の毛と戦機見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。だから踏んでしっかり勝利。海外重賞をしっかり取りました。マクトゥームチャレンジ R3 山の冬ソナです。一番人気116。安心はできないですね。レース行きましょう。名団競馬場 G1 マクトゥームチャレンジ R3 ダート 2000m です。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスワラージレベライン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスワラージレベライン行きました。続いて前へ行くのはウェイズトゥイヤーズ、さらにはジンジャーパンチ、 G1 5勝天の冬ソナ、その後ろスワラージレベライン先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。少し離れてファーローストーン続いています。赤の帽子ヌーベルマレク、その後ろその横にバッフドスタルーラ、すぐ後ろにコンフォームシリウス、これに続くのがカットラスデンジャラス、並んで足毛の馬体ゲイリックインディー、すぐ隣にジュニアトレダム、スクワートルソルト、この馬もこのグループ、ココアビーチ、それに続いていますオリエンテートウォーカー、それに続きます最高峰にシモンブラム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から11番スワラージレベライン、依然として先頭リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ黄金の馬体スワラージレベライン、2番手はさあいつ上がってくれるのか。3番手9番天の冬上がってきましたね。さあ外お外にいます。コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ先頭はジンジャーパンチ。さあジンジャーパンチとの一騎打ちになる。天の冬ソナ追い上げてきた。天の冬ソナ抜けた。天の冬ソナ先頭だ。天の冬勝ちました。天の冬ソナ1着2着以下は混戦です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の冬ソナまさしく日本が世界に誇れる馬です。お外一気に突き抜けました。これ初 G1？ その覚醒ですね。ジュベルハッタ天の世界に花です。一番人気134。ラモンティがすごいライバルになりますね。世界に花って確か G1 8勝上げてるから金札確定してるんじゃなかったっけ。レース行きましょう。名団競馬場 G1 ジュベルハッタ芝 1800m で行われます。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはリエイユキャプティブ。さあ先手を奪うのはどの馬か。サーベルゲート、前に行きそうです。セブンスパークル、それに続いています。さらにはフリーリエア、11番アワーオブターン、その後ろ先手を取ったのはセブンスパークル、その外にバロネスマリナー、ラモンティ、それに続いています。並んで G1 馬ピンスケールビオ、その横にゲイリーゾーン、スピーチコンポージャー、この馬もこのグループ。ラジオシスティーナ、すぐ後ろ黄色の帽子フォーラムビッグ、その後ろすぐ隣にルンアミーラット、ベンチュラ、それに続きます。これに続いてウエストチャイムズ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として連勝中のセブンスパークル、グリーリーエア、ほとんど差がありません。ゲイリーゾーン、3番手最強女王天の世界の花、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセブンスパークル、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どこにいるんだ世界の花、大外か、どうかな、直線がな、セブンスパークル先頭、さあ上がってきてはいるが、あと 200m、 ここで先頭変わってベンチュラ、2番手はインスケールビオ、一気に勝ちた、勝ちました。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1、6連勝、さあ国内に戻ってきました。天野のオートレが名古屋大商店地方交流重賞に出てきます。クラブは凱旋世界中央登場です。59騎を背負わされるんですね。サキタービン、モエレトレジャーダイジェスト、名古屋 JPN3 名古屋大商店ダート 1900m です。短い直線に入って先頭に躍り出ました。天野のウトレ、さらに突き放します。2番手はアンパサンド、天野のウトレ勝ちました。強い天野のウトレ圧勝ゴールイン。2着はアンパサンド、勝ったのは天野のウトレ。まあ、ここからまた立て直しですね。 G1 馬ですからね。オーシャンステークス、サオダケアとキアイダーが登場。人気は BB ガルダンですね。ACL区、これは架空馬ですね。ダイジェストいきましょう。中山 G3 有冠富士賞オークシャンステークス芝1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。 BB ガルダン先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 一気に凱旋キアイダーだ。凱旋キアイダー、おー、凱旋キアイダー、凱旋キアイダー、1着2着にはどうやら BB ガルダン、初重賞じゃないの。凱旋サオダケイヤ、勝ったのは凱旋キアイダー。キアイダー重賞初制覇じゃないですかね。そしてチューリップ賞、天のイヤバウアー、シャダイダ1番人気、グリグリとなっております。岩田騎手ですね。ダイジェストでいきましょう。阪神 G2 チューリップ賞、3歳牝馬限定芝 1600m、 桜花賞トライアルです。さあいよいよ直線の攻防、高畑原コース、さあ中割ってきて先頭に躍り出た。先頭チーフズプリマ、2番手手応えはどうか。残り 200m、 後続を引き離す天の稲バウアー、足色は衰えません。2番手は天馬ミッション、天の稲バウアー、この馬で決まりか、天の稲バウアー、強い強い天の稲バウアー、圧勝ゴールイン。2着は天馬ミッション、3着にチーフズプリマ、天の稲バウアー、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
何も紹介してもらえなかったか。そして八百賞ディープインパクト記念には天の線の風が登場、1番人気。2番人気はディープスカイでライバル争いですね。この2頭の一騎打ちかな。もし本命はディープスカイの方ですね。ひとまずダイジェストいきましょう。サツキ賞トライアル中山 G2 3歳限定放置杯、はい、八百賞ディープインパクト記念芝 2000m です。第4コーナーをカーブして先頭躍り出たが、あと 200m 一気に後続が抑えかかってきた。あー末が抜けた。ディープスカイディープスカイの末がすごい。天の風先頭はディープスカイ1着でゴール、2着は天の線の風、3着にアドマイヤコマンド、見事に勝ちましたディープスカイ。やられてしまいましたねディープスカイに。そして大阪城ステークスクラブは3頭出走、一番人気があるのは1番のテームプリキュアとなっております。うん、20丸が2つありますね。一番人気はザレーマのようです。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別大阪城ステークス芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、テームプリキュア先頭、2馬身ほどのリード。あーでも捕まりそう。後続の手応えもいい。天馬ハーティド先頭、外から凱旋決命石、決命石だ。あと 200m でもまだわからない。凱旋決命石2番手は天馬ディール、凱旋決命石、いや決命石だ。凱旋決命石1着、2着は天馬ディール、3着にカナディアンリーチ、勝ったのは凱旋決命石。わあ意外な結果に終わりましたね。わあプリキュアなんと最下位。優勝者は決め石でしたね。おフューソナどうかな。フューソナまだ早いよね。何勝 ?6 勝か。いや、疲れとか考えたらいらないっす。いいえ。そして3月3週は、外国 G1、海外 G1 2頭、ダイワスカーレットと天のブログとなっております。やりました。温泉です。なんだっけ。従業員宿舎を使えって言ってますね。上新スタッフを7人まで雇える。
見てみましょう。まずゼニアッタが敗れてしまいました。まだ4勝か。次アンタレスとか言ってますけど、正直どうしようかな。柔軟距離適正重視にしてるのか。ああセカチュウがいるんか。あまり無駄なレースは出したくないな。です。あ、横乗りが大阪杯2頭出すんでどっちかにしてくれって言われてますね。黒田騎手、機動戦記はこれで、あ、初、G3 かこれ。NHK マイルカップか。芝ですからね。まあギリギリの勝利でしたからね。まだ NHK マイルカップに出れるんだったら出ていいんじゃないでしょうか。冬ソナまだ6勝か。とはいえ正直まだ力不足かもしれないんだよな。世界に花大阪杯へ。大阪杯の出走馬は、あ、小泉シャネール。小泉はでも G1 発勝してるから問題ないですね。シャネールはまだ G1 取っていません。シャメールを出していいのかっていうところも含めて検討、要検討ですね。あ、でもまあいいか、シャメールは。正直もう厳しいとは思うんですよね。でも、シャメール出すぐらいだったらローカル重賞出しますけどね。で、ノートレア、そうですね、マーチステークス段階を経てる感じですね。ヒナバウアーはチープ賞しっかり勝って、オカ賞か、どうかな。お菓子って稲葉椿が三冠狙ってるからかぶらせたくないんだよな。1700-2600だから1600も短いよな。まあ忘れらぐさ賞とかもありますけど、この辺はまだ長い。サンタラリ賞、カ
海外の重賞ってどうなんだろう。むしろそこで鍛えて様子見た方がいいかもしれないですね。この辺とか、この辺とか、まあでもこの辺出すんだったらちょっと厳しいですよね、うん、ローテ的には。でそして線の風は2着か。ディープスカイやられてしまいました。まあまだね、若竹賞勝ったばっかりですから、それで皐月賞挑むのは無理がある。まあ重賞を席取ることが優先だと思います。線の風はとはいえこん、あ、喉鳴りなんだよな。どうやって直すんだっけこれ。自然に直すしかないんかな。健康値は高いんだよな、客室重視。まあこの馬に関してはちょっとすぐには出さないように。アーリントンとかでもいいとは思いますね。かぶりはない。ではしまった。使うの忘れたや、ここぞっていうやつを、命令書を。ダイワスクールモアクラシック、ダイワスカーレットは一番人気131120を超える馬はありません。勝ってもらいましょう。レースです。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 クールモアクラシック芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。グレイトボイス前に行きそうです。ダイワスカーレット、それに続いています。さらにはサンクラシーク、ゴムオー、ミヌノンミスワキ、その後ろダイワスカーレット、先手を取りました。プルピットグルーム、すぐ後ろ、その外にチャプターパースエイダー、ファーローシルビア、そのうちに続いています。ストロークグリロ上がっていきました。内からはジャックピンキー、その外からデリケートティマー、赤の帽子、フェイクアモニカ、その後ろ、その外にキャビアトアモレッツァ、並んで9番ウィンドフェンス、その外にテイスティセンシビリティ、内からはサードカロミス、前はダイワスカーレット、ダイワスカーレット、後続を引き離します。2番手はサンクラシーク、間を挟んでチャプター、さあ追い出した。3番手残りあと 400m、 外から来ているが、日曜王者意地のぶつかり合いだ。粘り切ることはできるのでしょうか。先頭はダイワスカーレット、2番手は、さあ差が詰まってきた、いや詰まってない、勝ちました。1着でゴール、2着はサンクラシーク、3着にキャビアトアモレッツァ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 4連勝ラベットステークス、アマノブログ一番人気。5
59キロですが121、一応トップではありますが、飛び抜けたレーティングではありません。混戦ムードですね。ではレースいきましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エミーナポリ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエミーナポリ鼻に立ちます。その後ろからはファーリートゥモロー、この馬も上がっていく構えです。さらにはカースクラック7番エルクボヤージ、その後ろエミーナポリ先手を取りました。これに続くのがブルーシャルマン、その外からウィルダネスサーブ、内からはモナシアビーチ、その外にストロークソフトリー、並んで G1 馬パワフルキッシング、緑の帽子シャープドライヤード、その後ろテイラーズアスリー、この馬もこのグループ、すぐ隣にコーリングイメージイルドフェイバー、すぐ後ろその隣にノンエアコブラアマノブログ、後ろからになりましたしんがりからグリーシェハイネス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、ちょっと馬群の中で詰まってる感じもします。2番手はカースクラック、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。さあここで馬群がばらけた。カースクラック、ヘミーナポリ上がってくる。天野ブログ、天野ブログ、さあ先頭に立ったのは天野ブログ、1馬身から2馬身引き離す。あと 200m、 天野ブログ余力は十分か。外からは勝ったでしょう。2番手はイルドフェイバー、天野ブログ最後は引き離す。段違いの強さです。2着はイルドフェイバー、3着にパワフルキッシング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天野ブログ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。は2連勝となります。お、大舞台ゲットです。そして昇竜ステークスに、あーこいつ片尾春日は2番人気ですね。1番人気は凱旋ハンカチとなります。クラブは3頭出走してます。あ、凱旋ハンカチの方が人気あるんだな。まあ通過これからっしょっていうわけですね。片尾春日はさあ先方変えられますがどうするか、うん、内枠だし変えんでおこう。ダイジェストいきましょう。中京オープン特別昇竜ステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ハンカチ、あ、ハンカチ先頭だ。強い片野春日も前に迫れるか。追いかけていくがどうだ。先頭2番手は片野、かわせないですね。凱旋ハンカチ先頭だ。凱旋ハンカチ、凱旋ハンカチ、1着2着は片野春日、3着にオールマイスター凱旋ハンカチ、見事1番人気に応えました。コチステークスですね。クラブは凱旋ヘルシオが3番人気。ヘルシオは、うんうんうん、2着の5着。これオープン特別で、ですからね。どうなんでしょう。ちょっと厳しい戦いになるんじゃないでしょうか。ダイジェスト、中山オープン特別コチステークス芝 1600m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ヘルシオ頑張ってる。ヘルシオ残り 200m を通過して、凱旋ヘルシオこのまま振り切れるか。お、抜け出した。ドクター東風、凱旋ヘルシオ先頭だ。勝ちました。昇級戦です。格栄挑戦を制しました。凱旋ヘルシオ、マネマネステークス、天野キャンキャン登場、2番人気。1番人気はスリッピースーザンですね。スリッピースーザン、本誌以外は全部20番。天野キャンキャンは本誌本命となっております。ダイジェストいきましょう。中山3歳牝馬限定オープン特別ハネモネステークス、芝 1600m、 桜花賞トライアルになります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。スリッピースーザン先頭、あと 200m。 あ、でもスリッピースーザンが引き離してる。スリッピースーザン先頭だ。スリッピースーザンゴールイン、2着は天野キャンキャン。これは桁外れの強さだ。スリッピースーザン、うん、強いですね。スリッピースーザン、無理です。フィリーズレビューです。これも桜花賞トライアルになります。クラブはオリールが1番人気。スナグルルート、天野トルネード、ファビラスラフィンなんだ。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 放置杯フィリーズレビュー、3歳牝馬限定芝 1400m、 桜花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オディール先頭、差を広げにかかります。残り 200m、 後続を引き離すオディール、足色は衰えません、うん、強いなオディール。待ちかね早手、オディールこの馬で決まりか。オディール1着、オディール完勝。2着はスナグルルート、3着に待ちかね早手、オディール見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。そして金庫賞、刀アテネが登場です。1番人気グリグリとなっております。ダイジェストいきましょう。中京 G2 金庫賞、芝 2000m です。おっと、一頭競争中止か。ローゼンクロイツだ。競争中止です。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。残り 200m、 束を一気に打ち切ります。2番手はスイフトカレント、ね、スイフトカレント来たけど、1着でゴール、2着はスイフトカレント、3着にエイシンデピティ。これが G1 馬の実力だ。そうですね、しかしローゼンクロイツ要不良です。悲しい。キザレベルアップ。ちょっと待って、わからない。ローゼンクロイツ多分吉野さん持ってる馬だったと思う。これはちょっと同情せざるを得ない感じですね。
2頭だけですね。3月4週は天の桜がタクレットステークスに出てまいります。若葉ステークスはサツキショートライアルオーケンブルースリーが登場です。結構竹豊かぶってるな。ああ竹豊か、さすがに乗せるわけにはいきません。っていうか横乗りいるやん。あ、横乗りをかぶってんのか。3月5週って何が誰とかぶってんだ。あ、そうだ、横乗りも多分ドバイ行くんだと思う。吉富騎手に任せましょう。そして刀アテネも出るんだったら迷っちゃう。でも本当に出るのか。 G1 一勝馬だからな。まだまあ出ないよな大阪杯。牝馬限定なんだ。1900なんでビクトリアマイルには出さないな。面白そうなんでこれ出しましょう。地域種かな。で、一周放牧。キャンキャン。でもね、2着なんで、さすがにこれを出すわけにはいかないと思います。疲れもありますしね。距離適正は1007の2200か。とりあえずここを出してどうかってとこでしょうね。33歳だもんね。主戦ってまだ決まってないの？乗せていきましょう。あ、遅めなんでまだこれからですね。スピードもありますし、はい、副流、いやいや無茶でしょう。ランベット主演派、これで G1 4勝となります。距離1回か。安田は4月1周のレース出ても面白そう。あー面白いね。ちょうど空きがあるんで出してみましょう。空き家を狙う感じかな。
武豊が乗ってくれます。そしてダイワスカーレットですが、次が高塚記念って言われてます。距離上限が2600か。ちょっと調子が上がっちゃってるよな。4月の限定なら春がいる。あー、まあこの辺に出してみるかな。高塚は距離持ちますしね。この2レースに出しましょう。投資上げないとね。あ、でもどうしようかな。あ、一頭だけか。いいじゃないですか。やってみよう。あ、9月以降か。投資上げたい競走馬、何としても取りたい馬ですよね。で、投資が低い馬か。その中でアミーゴ、ブログ、ブログかな。最上位、タークレットステークス、天の桜登場、一番人気。桜117なんで、レーティング的な数字から見るとそこまで、飛び抜けた感じはしません。頑張ってほしいですね。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレットステークス、芝 2400m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。バッファローグロッド前に行きそうです。アイスエマ、それに続いています。天の桜、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からラストエースプリン、後ろ最後方に下がりましたね。インビジブルクリーナ、その外にシューティングソーラー、アイスエマすぐ後ろ、その後ろからはリスキーリッジ、コーネルレグズ、その前に進出、その隣にソフトスリッパーズ、すぐ後ろにインターバルシャック、ピンクの帽子ドラゴンオーバー、その後ろ、すぐ後ろにウェルカムベイ、グローディクミニスター、そのうちに続いています。その外からブロンドコモーション、並んで漆黒の馬体バッファローグロット、すぐ後ろにサーストンバウンダリー、
並んで古豪ファインクルージング 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。天の桜最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番シューティングソーラー、レースを引っ張ります。並んで9番ラストレースプリアイスウェマ、それに続きます。さあ先頭は依然として10番シューティングソーラー、ここで先頭が入れ替わりました。ラストエースプリシューティングソーラー2番手に控えました。ラストエースプリ先頭、外からシューティングソーラー、ここで先頭変わりました。なんか全然上がってこないぞ天の桜。コーネルレッグズ、外からアイスエーマーシューティングソーラー、厳しそう。外から勢いよくドラゴンオーバー、先頭残り 200m を通過して、さあ混戦になってきました。ドラゴンオーバーが伸びきれない。粘るドラゴンオーバー1着、2着にはどうやらコーネルレッグズ、3着にバッファローグロッド、勝ったのはドラゴンオーバー、見事な勝利です。最上位とは言われてたんですが7着に惨敗しました。フラーカップ、クラブは凱旋タラコが1番人気、サムトゥワンラブも4番人気、タラコがグリグリです。本当にスプーニーが天のセットだな。レジネッタもいますね。そう、レジネッタが2番人気か。ダイジェストいきましょう。中山 G3 フラーカップ芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋タラコ先頭、あと 200m 後続を引き離す凱旋タラコ、足色は衰えません、うん、2番手はムードインディゴ凱旋タラコ、強い強い凱旋タラコ、圧勝ゴールイン。2着はムードインディゴ凱旋タラコ、見事一番人気に応えました。若葉ステークスにオーケンブルースリー、4番人気か。まあ黒三角が一番いい印ではちょっと厳しいですね。10着10着だしな、サクセスブロッケン、オートリーエンパイアあたりか。先方変えられますが、まあ差しにするのは限度だろうな。ダイジェスト、阪神オープン特別若葉ステークス芝 2000m、 確かこれ皐月賞トライアルだったはずです。3歳限定戦です。さあいよいよ直線の攻防、オートリーエンパイア先頭、しかし後続との差が縮まってきました。ってきた、このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m 上がってきた。オーケンブルースリーサクセスブロッケン、オーケンブルースリー差し切った。おお、勝った。オーケンブルースリー1着、2着はサクセスブロッケン、3着にオートリーエンパイア、オーケンブルースリー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。人気薄を跳ねのけて勝利です。グッとくる、楽しみですね。将来はファルコンステークス、まあ飛ばしましょう。スプリングステークスも皐月賞トライアルです。キャプテントゥーレが2番人気、1番人気はサブジェクト。ではダイジェストいきましょう。中山3歳 G2 フジテレビ賞スプリングステークス芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、キャプテントゥーレ先頭、あと 200m サブジェクト追い上げてきた。
サブジェクト抜けた、サブジェクト先頭、サブジェクト粘る、サブジェクト、うん、サブジェクト1着、2着はキャプテントゥーレ、3着にアルズギャレット、これが G1 馬だ、ね、サブジェクト、あサブジェクト、そうか2歳 G1 馬か、あ大量出走、アマナアミーゴも出ますからね、ドバイ大量出走、アメリカも2頭出るんですね、さあ煽り VTR です、快速自慢集結一発逆転、タイムレーンハーフのスナイパー勝負計画、遠心ドーバー全然出てこない、うわマジかよ、あ銀のお守りが13個、さてまずやらねばならないことが、シーツバを買うことだよな、シーツバっていうか生まれる今年2008年に生まれる有力馬を買うってことだ、オルフェーブルが誕生するんですね。オルフェーブルロードカラノアが誕生です。金はなし。で、銀にたくさんいますね。ダノンシャークとかだけど、まあ、それほど印象はない。ロードカラノアってなんだ？スプリンターズ連覇。あ、短距離の、もう、無敵エース。2本釣りしないとダメじゃん、これ。オルフェーブルとロードカラノア。なんか繁殖印馬を2頭売らないとダメなんですよね。パオマス。リピインディーか。これ売りましょう。もう一頭ニジブリッジでも売るか。なっちゃんは売りたくないよな。で、次にまず3頭いるんだな。繁殖品馬ね。ん？ちょっと待ってよ。オルフェーブルが？オルフェーブルを父親、母親ってなんだ？オルフェーブルはオリエンタルアートですね。オリエンタルアート。来た。これを買う。3111万、中途半端だな。それからあとは何だったっけ、オルフェーブルと
ロードカラノアだ。ロードカラノアは、血統は、レディー・ブラッサム？レディー・ブラッサム？レディー・ブラッサム。買いましょう。2頭釣り、いずれも強い馬ですからね。2頭とも買っときましょう。でもね、ウィンドインハーフやってもう多分。ないんじゃないかな。あ、当選ソレイユとかか。エルフィンステークス買ったぐらいだし。まあ、ウィンドインハーヘアをもう売っていいですよね。17歳だし。スカレットブーケももうないですよね。さすがに。うん、ないな。だからこの部屋もう売ってもいいんだ。奴隷牧場って海外の馬やん。で、もう一回、繁殖牝馬で、天野と片野だっけ？このキューちゃん牝馬？あ、持ってるか。何と何売ったっけ？たくさんいますね。こんなに繁殖牝馬いるんだ。ああ、まあでも型のインゴットいらんしな。猫返しだったっけ？猫返しはでも、買ってもいいかな。インゴットは22歳だろう。なんもなんでももう無理だろう。ここから買い直しましょう。カレンちゃんとかか。所有三色牝馬か。ファンファス、レディー・ブラッサム、オリエンタルアートで、フェアリードールか。では、まず。ローテですね。椿は、まあ、これはもう、本番に向けて頑張るしかないっていうとこですね。で、イナバウアーもいます。イナバウアーも一種保目ですかね。二種保目しときましょう。で、フェイトが毎日杯。重賞初制覇を目指します。エネループが伏竜。あ、
この後は放牧でいいやろ。ゲド戦記が NHK マイルカップか。オス馬か、これ。一瞬放牧。で、スマートハルコンも。線の風もちょっと調子は悪いな。小泉が4月1週大阪杯、スカーレットが1週放牧、アマノハウル、ちょっと調子悪いな。ハウルにちょっと調子を上げる指示をしましょうか。お、なんかもらえますね。iPod がリーチかかってます。ドバイシーマクラシックでリーチをかけます。アミゴが短距離戦。まあ、名前上がってなかったですけど、そんなわけないですよね。こちらも金札がかかります。ブログがクイーンイザベス。ちょっと調子落ちてますが、まあこれを機に放牧。え、出すんだ。そうか。ん？いや、無謀かな。無謀でしょう、さすがにこれは。ダビキョは回避。4勝か。なんか疲れがちょっと心配ですね。セカチュー G1 は発症してるけど、これってのレース含んでないような、なんで金札確定ですね。アテネがクイーンザベス2世、キンシャサは12勝すでに上げております。アルクオーツに出ます。気持ちいいもドバイ行きますね。このあとどうするかですね。2勝しか上げてないか。帝王賞はどうかな。まあゴールデンシャヒーの結果次第。15勝はすごいな。ビクトリアマイルに挑みます。勝負根性低いな。あー、ダメだ、任せてくださいって言われてる。これも金引きも疲れがな、心配ですよね。
14勝なんでもう金札確定です。そしてシャメールが大阪杯、シャメールはまだ G1 取ってないのか。万世とはいえちょっと厳しいですよね。これでゼロになったな。2位に上がってる。首位取れるかもね、いずれ。すごいな、凱旋浮き。200万って強気すぎるだろう。最上位ですね。楽しみ。浜のアミーゴがトップとされておりますが、うん、行きましょう。ネクスト。さあドバイへゴーです。まずはガルフストリームパーク競馬場アメリカですね。アマの想定内一番人気、想定内は102だからレーティングではトップじゃないんだ。差しはでも前に行く馬が多いので有利と言えます。ダイジェストです。ガルフストリームパーク競馬場 G3アップルトンステークス芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。追い出すが、でも前へ行く馬がちょっと追いつかない。1着、2着は天野想定いない。3着にブルービーベルズ、勝ったのはジャイアントレッカー、見事な勝利です。想定内確定なんでこれからどんどん頑張ってもらいましょう。フロディアダービースマートハルコン一番人気となっております。いよいよ海外も3歳も G1 がスタートですね。111トップではありますが、この辺まだ能力値って測りきれてないとこがあるんでわからないですね。逃げですね、スマートハルコン。レースです。ガルフストリームパーク競馬場 G1 フロリダダービー。だと 1800m です。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはスマートハルコン、続いてアイソパッチナシュア、この馬も前へ、さらにはチャーミング、6番コモドールストーリー、その後ろ先手を取ったのはスマートハルコン、少し間が空いてナーガルカリム、この辺りで 1-2 コーナーの中間点を通過、その外からジャイアントソリダリティ、ピンクの帽子インプロンプトセイント、その後ろシビルズモア、そのうちに続いています。その外にリバリッジドウルフ、その隣にウィルビートリストラム、内からはエンブレムアゴルド、並んで2番シゼアグラマー、ニングルグローブ、すぐ後ろ最後方にダコタホーン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度
先頭に戻りましょう。 G1 馬スマートハルコン依然として先頭です。さらにはチャーミング、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてスマートハルコン、チャーミング、ほとんど差がありません。間を挟んでアイソパッチナシュア3番手。さあスマートハルコン逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はスマートハルコン、いい感じですね。直線は短い、直線コースに入りました。残り 200m、 スマートハルコン意地を見せる。2番手はコモドールストーリー、なんとか逃げ切りそう。スマートハルコン先頭だ。先頭は勝ちました。1着でゴール、2着にはどうやらコモドールストーリー、3着にジャイアントソリダリティ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G は2連勝となっております。完全燃焼、なんか嫌な感じですね。さあ、いよいよここからがドバイです。ドバイゴールドカップ、G2 ですね。天の玉ちゃん一番人気となっております。125。まあ抜けてるんじゃないかな。イエツ、ビュードがライバルでしょうね。ダイジェストいきましょう。名団競馬場 G2 ドバイゴールドカップ芝3200m の長丁場です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 中終わってきた。ここからどうか、日曜王者捉えきれるか。あと 200m、 イエーツ余力は十分。あーダメだ、さらに引き離していきます。2番手は天野玉ちゃん、イエーツ、この馬で決まりか。イエーツ次あえて3着か、段違いの強さです。2着はビュード、3着に天野玉ちゃん、勝ったのはイエーツ、見事な勝利です。ロース。アルコーツスプリント。今度は短距離戦です。キンシャサの奇跡一番人気。140すごいな。展開も有利ですし。短距離のスペシャリストなんで、キンシャサの奇跡勝ってくれるでしょう。レース行きましょう。さあ 1200m 芝 1200m 電撃戦アルコーツスプリント名団競馬場 G1 です。キンシャサの奇跡が出走いたします。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラブエイリージェント、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラブエイリージェント花に立ちます。その後ろからはモルガンサーランド、この馬も上がっていく構えです。さらにはレイムドライヤード、 G1 3勝ストライキングアラマ、その後ろモルガンサーランド、直線競馬ですねこれ。その外にフィクティシャスボックス、少し離れてスキップオプアート、続いていますビエイユマナー、すぐ後ろ、この辺りで先頭が変わりました。フィクティシャスボックス、2番手はオルガンサーランド、大外からオレンジの帽子、キンシャサの奇跡伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。先頭に泳いでます。キンシャサの奇跡、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はサキーズ、強いな、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はストライキングアラマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キューバシーンですね、圧倒でしました。 G1 7連勝、
次にドバイゴールデンシャヒーン、天の気持ちいいです。だと短距離戦となります。2番人気1番人気ミッドナイトリュート、ミッドナイトリュートの方が上か。ちょっと苦戦を強いられそうですね。レース行ってみましょう。名壇競馬場 G1 ドバイゴールデンシャヒーン、ダート 1200m、 ダートの電撃戦です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ティグレスダッチェス前に行きそうです。キャンドルライトルイそれに続いています。それでは先頭から。先手を取ったのはバスティンストーンズ、その外からソワズエコー、その外にオフショアフレンド、キャンドルライトルイそのうちに続いています。さあ先頭はまだ栗色の馬体バスティンストーンズ、2番手はソワズエコー、オフショアフレンド、3番手天の気持ちいい、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はバスティンストーンズ、最終コーナーをカーブして、さあ内から上がってきた気持ちいいが一気に先頭を踊り出る。外はミッドナイトリュートだ。残り 200m、 先頭はミッドナイトリュート、2番手はイリオットプルーフ、ミッドナイトリュート、この馬で決まりか。3着か。2着は微妙です。勝ったのはミッドナイトリュート、見事な勝利です。前線マンドマイシーマクラシックアマナイポッドです。1番人気アイポッドは140、これもすごいな。金車差の奇跡並みにすごい。クラブはアドマイヤーモナークも今回登場ですが、ちょっと厳しいかな。レース行ってみましょう。名壇競馬場 G1 ドバイシーマクラシック芝 2400m です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴーオンフィッツカルド好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくゴーオンフィッツカルド行きました。続いて前へ行くのはナイトオブパッシジ、さらにはスイーズデザイン、16番アンターントパル、その後ろゴーオンフィッツカルド先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。間が空いてストレートアラバマ、すぐ後ろにキングズドラマ、ゴージャスヘイズ、すぐ後ろ黒の帽子サイクルグローブ、その後ろその外にカタミアスタンプ、その後ろにフィーインサイド、アドマイヤモナーク、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。アマノアイポッド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで G12勝、リバパタカ、内からはクルーナーピーク、その後ろにハーモニーシップ、最後方にシェイクアウェッジ。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。混合ゴーオンフィッツカルド依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてゴーオンフィッツカルド、2番手はアンターントパル、ストレートアラバマ、3番手アマノアイポッド、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はゴーオンフィッツカルド、アンターントパル、その後ろストレートアラバマ、続いています。最終コーナーをカーブして直線、さあ大外をまくってきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はアマノアイポッド、いや強いですね。残
り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、2番手はエゴパタカ、圧倒です。後続は大きく離れた、アマノアイポッド1着、アマノアイポッド完勝、2着はエゴパタカ、3着にキングズドラマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶっちぎりましたね、アマノアイポッド。これで G1 発勝かもしれない。ドバイワールドカップ金引きに登場、1番人気です。2番人気天のセカチューとなっております。金引きが133、セカチューが128、カーリンが123か。この辺が上位ですね。コメンテーターとかもいるけど、ちょっと厳しいかな。あとプレミアムタップあたりですね。この辺が上位候補です。セカチュどうかな。展開上はまあこれでいいか。さあ、いよいよね、大一番。ドバイのメインとなります、ドバイワールドカップ名壇競馬場 G1 ドバイワールドカップダート 2000m です。さあ、大一番のレースが今年もやってまいりました。今年は2頭出しです。金引きリーラ、勝つことができるのでしょうか。砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。好スタートを決めたのはコメンテーター、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはコメンテーター、続いて金引きり、さらにはブラザーデレク、2番プレミアムタップ、その後ろコメンテーター、先手を取りました。その後ろからはアインシュタイン、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。すぐ後ろにグロリアデカンペオン、これに続くのがサンドロップナイン、その隣にフラフピードライン、ラバマ、それに続きますオレンジの帽子カーリン、その後ろディナーサバ、それに続いています並んで古豪バーミリアン、これに続いてイマジントーン、天のセカチュー、後ろから各馬砂煙を上げてかけていきます。濃いですね。金引きりは G1 2勝コメンテーター、依然として先頭ブラザーデレク、すぐ後ろ大きく離れましたフラフピードライン、アインシュタイン、それに続いています並んで最強王者金引きり、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はまだ9番コメンテーター、ブラザーデレク、ほとんど差がありません。間を挟んでフラフピードライン、さあ金引きに上がってきた。セカチュー、まだセカチューは最高峰だ。カーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。さあどうだ、うーん、ちょっとやばい。コメンテーターが先頭、残り 200m、 カーリン叩きだ、叩き合いだが、あー、やられた。先頭だカーリンだ。1着、2着は金引きり、3着に天のセカチュー、勝ったのはカーリン、見事な勝利です。2着か、ロース、さあ、福流ステークス、マノエネループ一番人気。
ダイジェストいきましょう。中山オープン特別伏流ステークスダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m を通過して、アマノエネループ伸びてきた。残り 100m、 2番手はカジノドライブ、アマノエネループ先頭だ、アマノエネループ降臨。2着はカジノドライブ、3着にエスポワールシティ、アマノエネループ見事1番人気に応えました。勝ってはくれましたね。マイチハイ、型のフェイト登場です。あでも全然人気ないや。8番人気厳しいですね。あグリ無重視か、まあ、まだ2連勝とはいえ実績がないですからね。そういう意味では仕方がないのかもしれません。先行策取ってみよう。ダイジェスト阪神 G3 毎日杯芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。名勝コリア先頭、突き放しにかかります。クラフトブルーさあやってきてはいるが、肩のフェイト、いい足だ。ここから勝負をかけます。でも勝つまでは至らないな。さあ先頭は今度はスマイルジャック、2番手はオアシスセッション。スマイルジャック1着、2着にはどうやらオアシスセッション、3着に肩のフェイト、スマイルジャック見事1番人気に応えました。これからですね、肩のフェイトはデビューも年明けですし、三浦康生さあ、マーチステークス、天の瞳閉じてです。1番人気に、天のノートでも2番人気となっております。フラリー4着か、一騎打ちムードかな。先方をこれ見ると前に行く馬がちょっと多そうなんで、ノートレは差しにします。ダイジェスト、中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ一騎打ちムード、通過して先頭は天の瞳閉じて、残り 100m ノートレ追いつかない。天のウトレ、天の瞳閉じて先頭だ、天の瞳閉じて1着、2着は天のウトレ、3着に名勝闘魂、1番人気に応えました。天の瞳閉じて見事です。六甲ステークスです。クラブバー凱旋愛知博1番人気。クラブバー他に凱旋成果も出ますが、ちょっとこれは厳しそうだ。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別六甲ステークス芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからもう先頭ですね。凱旋愛知博先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。内で食い下がる天馬バトラー、残り 200m、 凱旋愛知博アドバンテージをキープ。後ろはどうか。でも2番手はマイネルシーガル、凱旋愛知博なんとか粘った。2着はマイネルシーガル、3着にベルズアボルド、凱旋愛知博見事1番人気に応えました。
さあそして高松宮記念天のアミーゴ登場です。ファイングレインか、ファイングレイン2番人気ですね。強敵となりそうな感じ。天のアミーゴは1番人気ですが、本紙本命はエイシンドーバーなんだ。まあでも2連勝してますからね、なんとか勝ってほしい。ファイングレインはシルクロードステークスを制してるのか。では行きましょう、レースです。中京競馬場 G1 高松宮記念、芝 1200m 電撃戦となります。春の G1 短距離 G1、 果たして整数はどの馬になるんでしょうか。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の電車道、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を切るのはどの馬か。谷のマティーニ前に行きそうです。岸コマーズこれに続きます。先手を取ったのは谷のマティーニ、その外から電車道、内からは田野屋桜、アドマイヤレイン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。岸コマーズまだ粘っています。谷のマティーニほとんど差がありません。田野屋桜3番手、天のアミーゴいい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ馬群の中混戦となってます。あでもアミーゴ完全に抜け出した。天のアミーゴ先頭引き離しにかかる。あと 200m、 後続は遥か後方、力が差がありますね。2番手は鈴鹿フェニックス、天のアミーゴぶっちぎりました。決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は鈴鹿フェニックス、圧勝です。3着にファイングレイン、これが絶対王者の実力だ。天のアミーゴウィニングランです。8連勝、これ金札確定ですね。テッパーホースとまで言われております。福永騎手の絆もアップです。あしかし完全燃焼はいらない。あハニカミがまず第1弾として入球してきましたね。ヨハネスブルグラブマシーンか。配合評価 S 早熟となっております。いいえ、よく誕生です。かわいい。ロードカラーのはオルフェーブル、あとシーツ馬からはエラグルーブ3区のグルーベーグっていう馬が出ましたね。厳しい。まあ8億3400万ってすごいな。どんだけお価格で売れるんでしょうね、セール出したら。このグルーベイクがダントツの評価額です。
まあ、なんせ父ディープインパクトですからね。すごいです。まあオルフェーブルとか文句ない、ロードカラーノアとかオルフェーブルは文句ないでしょうね。丈夫っていうのは嬉しいです。やっぱり強い馬ってやっぱり丈夫だと思うんだよな。父ステイゴールドなんだな、オルフェーブルって。さあちょっと他の馬を評価額高い方から見ていきましょう。シーキングザパール08が牝馬で、すごいな。父ソングオブウィンドで、シーツの、天皇賞馬だったっけ、菊花賞馬だっけ、黒三角のみってなってますね。次フェアリードール、ダメだな、これは売却だろうな。フェアリードールはちょっと厳しいんじゃないかな。山のなっちゃんです。カッパギさんだけか。ああ、なるほどな。牝馬か。レッツゴーターキン。カッパギが小三角いたし、ミカがゼロなんですね。次、トゥーザビクトリー。丈夫か。カッパギ黒三角、ミカが、20丸。この馬はどうなんだろう。期待できそうな気もしないでもないけどな。そして、天野 Q ちゃん。これはちょっとダメっぽいな。あまないモード。お、ミカが20丸か。うんうんうん。そしてメジオドーベルです。ちょっと厳しいんじゃないかな。このまま。マンファスもなんか今年は不作の予感がするよな。ファインモーションも。まあ、カッパギ無印、ミカが20丸。晩成だったらいいんですけどね。そして、これ、ロードカラーのは、ビリーブ。
父はアグネスデジタル。カッパ、万世だったらいいんですが、ファレーノプシス、まあ、中途半端な印なんで結構厳しそうな気はします。スピードある程度あってもサブパラがダメそう。ソルティビット、スカッパギー三角、ミカ20丸。万世だったらなぁ。これはダメですね、レディーブロンドは。なんか、ウクルベーグ。これどうなんだろう。でもまあ売りますけどね、自分。あ、でもこれ牝馬だから売ったら社内が買っちゃうよな。そう、それも考えないといけないんだな。そう、買っちゃうんですよね多分。ディープインパクトエアグルーヴだから両す、間違いなく両欠だからな。正直なんかパッとしない印象が強いよな。あとはまあ分譲の馬がどこまで走るかっていうところだとは思うんですけど、まあダメ感が強いかな。大阪杯3頭ですね。あと海外は2頭。まあセリーチで買って補うしかないのかな。王道路線開幕。お、小泉。女帝。おお。女帝同士の対決ってことですね。小泉と世界に花。さあ、とりあえず2時間近くなるんで、カーリブログ最上位、ウォッカか、トップは。クラブはウォッカですね。
シャメールもいますね。でもシャメールはちょっと厳しい。スピード勝負には正直不安があった。意外ですね。さあ伊坂さん以外みんな赤字です。ひどい赤字額だな。さあ、ハニカミ王子ですね。主戦も決めとく？大城も30歳なんだ。やっぱり勝負弱くなってきてるよな。メルボロ以降でも春天ですよね。当然のごとくこの馬が狙うのは。そうなんだ。キリはうわひどい。ちょっとひどい。これは状況だな。まあサージカップ勝った反動がすごい残ってるんで、ちょっと長めの放牧に出しましょう。金車差は KO 杯スプリングカップいいですね。他が出ないなら出ちゃおうかな。パートだから違うよな。あとはまあこの辺ぐらいですよね。でも賞金が安い。1004までか。本来なここですよね。ここに出るべきですよね。で気持ちいいが2勝しか上げてないのか。まだお裁判、まあこれからですよね。
ピードもあるから負けちゃいられないと思うんだが、肩ハンデ、で冬空が、うん、とは勝ってくれましたかね。いよいよ覚醒か。まあでも焦る必要はそんなにないんだよな。柏記念じゃないような気がしてきた。牝馬限定かな、ダートの。まあでもここはもう出れないな。ゼニアッタが出んのか。タトワンヌはセカチュウが確保。はないな。ついに金札確定しましたからね。エビナカー主戦は、でね、ミンゴが、ん？宝塚ちょっと逆に距離こいつは長いな。わあ、ちょっとこれしんどいな。でもこれ、この馬こそ安田記念でしょう。まあ、ようやく4勝目、まあ、どんどん勝ちを積み重ねていかなきゃいけません。この辺はいいかもな。これで9勝目ですね、クルモは。
ジニアッタまだ4勝なんです。正直不安ですね。春がまだ3勝と、でも伸びてきてますからね、今年に入ってから。スワンドアルコンフロリアダービーを制しました。え、これはどうなってんだ。ダービーに行くべき。さあ、オーケンブルースリー、確かにまあ皐月賞ありだと思うけどな。正直厳しい、皐月賞は重賞初制覇を先に目指すべきだと思います。じゃあ、牝馬参加を目指します。臆病は気になるな。でも重賞は取ってないからな。万世なんで、ちょっとここは段階を経て走らせましょう。まあ、当然この辺なんだろうけど。キャンキャンとちょっとぶつかりますけど、タイワスカーレットが良かったっけ。まあどっちも一緒か。はい、ということで、今回はここで終了としたいと思います。3月を2週から3月を5週、ドバイウィークおよび出産を中心に行いました。ついにオルフェーブルロードクロノスが誕生しましたね。
この2頭は期待できるけれども他の馬はどうなのかなっていう不安はすごいあります。特にやっぱりいい牝馬育てないといけないところですね。はい、ということで、ここまでになります。今回の配信ツイッチでお送りしました。ツイッチのぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズツイッチアカウントフォローアンドチャットコメントプリーズ。この配信のアーカイブは YouTube で2日後8月8日21時頃にアップロード予定です。 Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスの上チャンネル登録動画の高評価などお願いします。This Live Archive My YouTube チャンネル Up Two Days After My YouTube チャンネルサブスクライブド and Movie Good Button Please。 旧 Twitter である X のアドレスも持っております。ぜひアクセスいただきアカウントのフォロー、ツイートのリツイートいいねお願いいたします。ツイッター X ビジットマイアカウントマイアカウントフォロー&ツイートリツイート&グッドボタンプリーズということで、ウィーニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。